私たちが知っているあらゆる生物は細胞が集まってできています。もちろん私たち人間も同じく細胞の塊です。体の皮膚や骨、内臓、どこも細胞からできていて、その細胞の中心には核があります。その核の中にはその臓器や骨を作るための設計図のようなものが入っていて、それが DNA 遺伝子です。核の他にも細胞の中にはいろんなものが詰まっていますが、その中に核と同様自分だけの遺伝子を持っているものがいるんです。その名はミトコンドリア。このミトコンドリアが私たちにしてくれる主な仕事はエネルギーを作り出してくれること。しかしミトコンドリアはどうしてここにいるんでしょうか。遺伝子を持ってるということは、ミトコンドリアは一つの生命体だった。パラサイト、つまりミトコンドリアは私たちの細胞に寄生してきた別の生き物なんです。ここでとても不思議なことがあります。人間の性格や顔形は父親からも母親からも受け継がれますが、ミトコンドリアは母親のものしか伝わらないんです。つまりここにいる皆さんの体の中にあるミトコンドリアは全て母親から受け継がれたものなんです。だからミトコンドリアの遺伝子を調べることで、私たちの最初のお母さんが誰だったのか、アダムとイブの神話のイブは誰だったのか探ることができます。はるか昔、およそ20万年前まで遡っていきました。するとアフリカにたどり着きました。イブはアフリカで姿を現したんです。最初のホモサピエンス、人類に最初にミトコンドリアを伝えた女性、私たちは彼女のことをミトコンドリアイブと呼んでいます。どうして投石来なかったんだ。何度も説明したよね。マリコちゃんは週3回ここに来て、体の中に溜まったいらないものを取り出さなきゃいけないんだ。もういいの。お薬の研究をするために体の中のいろんなことを勉強してるっていうのが分かったよね。手洗ったりうがいしたりして体の中にばい菌入れないのも大事なんだけど、ばい菌との本当の戦いはね、体の中で始まってるの。私たちの体の中にはね、いつもたくさんの微生物が住んでるの。そうだ、気持ち悪い。さっきね、その免疫っていうのについてお話ししたでしょ。難しすぎますよ。信じない、僕。あのね、君のお腹の中にだって大腸菌っていう微生物がいるから食べたもの消化できるんだよ。聞いてない。あ、カタツムリだ。あ、本当だ。クリアミンだ。かわいい。あ、本当だ。あ、本当だ。あ、ここにもいる。ここにもいる。
すごい話教えてあげようか。何の話？カタツムリの中にいる虫の話。またその虫はね、カタツムリの殻を固くしてくれるの。だから最初はカタツムリにとってはね、いい虫なの。殻が固くなると長く生きられるでしょ。だからでもね、カタツムリが大きくなるとその虫は角に入ってくの。なんで？するとカタツムリはどうしてか嫌いなはずの明るい場所に出てくようになるので、その時虫はカタツムリの角を膨らませて大きく揺り動かすの。なんでそんなことするの？それはね、空を飛ぶ鳥にしかわからないの。その角はね、鳥の大好物な幼虫に見えるの。そう、その虫の本当の目的は鳥のお腹に入って遠くへ飛んでいくことだったの。鳥にカタツムリを食べさせて。怖い。はい、一日科学教室はこれでおしまい。さあ行こうか、帰ろ。僕たちは大丈夫？僕たちの体にもいろんな生物が住んでるんでしょ？うん。だったら僕たちも大きくなったらその生物に操作されない？大丈夫。人間はね、もっと高等な生き物で複雑にできてるから。じゃあ行こっかね。ミトコンドリアは10億年も昔、まだ微生物だった頃の私たちに寄生しました。しかしいつからか我々が活動するためのエネルギーを生産してくれる重要な存在となったんです。ミトコンドリアによって私たちは体を動かし、物を考えたりできます。ミトコンドリアと私たちは共生する道を選んだんです。先生、どうぞ。そのミトコンドリアを研究して何か我々の役に立つことがあるんでしょうか？最近の研究では糖尿病や肝硬変などの病気がミトコンドリアの遺伝子の異常によって起きている例がかなりあることが分かりました。病気になるということはエネルギーを失っているとも言えます。そこで正常なミトコンドリアを細胞ごと培養して、その患者の悪いところに入れてやる。すると機能が回復して病気が治る可能性がある。それが私の研究していることです。じゃあ最後にミトコンドリアの姿をお見せしましょう。ごめんな、まだ帰れないんだ、実験が残ってて。今日じゃなきゃダメなの？実験のデータ取らなきゃなんないから。でももう少しなんだよ、まだ動物実験なんだけど。けどこれがうまくいけばミトコンドリアで病気の人を救えるんだよ。そうか、今日が何の日か忘れた？結婚1年目の記念日。プレゼント持ってきたの。参ったな。いい、半分覚悟してたから。
ごめんな。後でね。そんな顔しないでくれよ。研究頑張って。うん。なるべく早く帰るから。待ってた、あなたをずっと。どうした？なんでもない。にしてみたんです。長嶋先生、何使うの？ゲル染色です。いいよ、はい、長嶋先生、ラットの肝臓の患部回復してます。健康な肝細胞注入して1週間、かなり軽くなってます。ああ。こっちが前の状態。やっと当たったな。よし、この細胞をもっと培養してミトコンドリアの遺伝子調べよう。はい。長嶋君、朝倉さんは来月学会の発表がある。あまり手伝わせないで準備の時間を取ってあげなさい。はい。大丈夫です。長嶋先生の実験手伝ってると勉強になりますから。ミトコンドリアに惹かれるのは分かりますがね、まだまだ不思議なことがありますからね。失礼します。失礼します。そもそも別の生命だったんですよね、バクテリアの一種の。どうした？さっき子供に聞かれたんです。人間はいつか体内の微生物に操られることはないのかって。あ、リン・マーグリスの説って知ってるか？人の中にいるミトコンドリアの遺伝子の数は一つの生物としては少し足りないんだよ。彼女の説によれば、それはミトコンドリアが細胞の核に遺伝子を送り込んだからだって。つまり、人間の細胞の核にある遺伝子の一部は、元はミトコンドリアのものだったっていうことですよね。うん、そういうことなんだけど。でも君、ミトコンドリアの記憶なんて持ってるか？
先生。清美さんのご家族の方ですか？清美は重体です。助かりますか？脳に多量の出血を起こして呼吸が止まっていました。でも今も治療は続けられていますから。他のご家族の方も呼んでおいてください。ご主人ですね。はい。長島清美さんは脳にかなりの出血を起こしていました。こちらに運ばれてきてすぐに脳の手術と心臓及び肺の蘇生術を行いましたが、今も自分で呼吸することができていません。人工呼吸器と薬剤の投与を続けていますが、大脳の機能が落ちていて脳幹も障害を受けています。意識が戻る可能性は？非常に残念ですが、清美さんは脳死に向かいつつあると言わざるを得ません。清美、起きなきゃダメだよ。今日は大切な日だろ。僕たちの。としあきくん。清美、まだ母さんのところ行くのは早すぎる。
昨日の夜行った脳死判定検査の結果です。こちらが6時間置いて今朝行った2回目の検査結果です。結果は全てネガティブでした。脳はもう活動していません。清美さんは脳死と判定されました。長嶋さん、こちら移植コーディネーターの小田切さんです。はじめまして。清美さんの腎臓を移植に提供していただけるというので連絡を受けてまいりました。移植？清美さんは腎バンクにドナーの登録をされていたんです。ご存知でしたか。半年前に急に登録したいと言い出して。清美さんの腎臓を提供してくだされば慢性腎不全で苦しんでらっしゃる患者さんが救われます。慢性腎不全という病気は今のところ残念ながら完全に治す方法がないんです。患者さんは時間をかけて透析を受ける生活を送っています。長嶋さん、清美さんの腎臓は決して無駄にしません。私は清美の意思を尊重してやりたい。清美が自分から申し出たなら。清美さんのお父さんですね。これに承諾のサインをお願いします。長嶋さん、 HLA 検査だけでも。市内の病院で腎移植のドナーが出ました。脳内出血で脳死した25歳の女性です。 HLA の組織適合性の高い順からレシピエントの名前を挙げました。一番上の方は先生の患者さんですね。はい。その患者さんミスマッチがゼロなんです。腎臓の提供を希望されますか。ぜひ。わかりました。
ただもう少し待ってください。ご家族の説得がまだ完全にできてません。病院はどこになりますか？移植を承諾していただきたくて伺いました。奥様と全く同じ HLA の型を持つ患者さんがいたんです。長島さん、長島さん、辛いお気持ちは分かります。でも奥様の希望でもあったことです。腎臓は決して無駄にしません。どうかどうか腎不全で苦しんでいる患者さんに自由を与えてあげてください。その子はまだ12歳の女の子なんです。私立中央病院の吉住です。ここは私に任せてください。奥さんの腎臓提供してください。先生、ルールを守ってください。その子はまだ本当に小さな女の子なんです。その子自由にしてあげたいんです。長島さん、長島さん、先生、話だけでも聞いてください。長島さん、腎臓ください。この通りです。一度失敗してるんです。2年前にその子に腎臓を移植してうまくいったと思ったのに拒絶反応が出てしまって、その子、僕を信じてくれたのに裏切ってしまった。お願いです、もう一度僕に移植をやらせてください。君はまだ生きてる。清美は死んでなんかいない。まだ生きてるんだ。
移植を承諾します。本当ですか？でも条件がある。腎臓を差し上げる代わりに清美の肝臓をください。どういうことですか？僕は医者ではないから清美を裁くことはできない。だからあなたが取ってください。しかし肝臓を取って何を？マリコちゃん、マリコちゃん、もう一度だけ先生を信じてくれないか？奥様は心停止の状態になりました。午前11時31分、死亡と確認します。お力になれず残念です。これから摘出の手術に入ります。お願いします。よろしく。何かあったんですか？そこ。心停止から33分、時刻午後0時4分、
人摘出開始。二つください。はい。二つ。え？今日は私の誕生日なの。だから二つ。あ、本当かな？クリスマスイブに生まれたから聖夜の子。おめでとう。一つだけ？君はクリスマスの子でしょ？研究室の学生に冷やかされたんだ。のんびり構えてたら逃げられちゃいますよって。そうよ、逃げるかもしれない。どうしたんですか？いや、暑い。お父さん、ご心配なさらなくて大丈夫ですよ。これからマリコちゃんの体消毒して、まもなく吉住先生が来られますから。
生、どうしたんですか先生。先生、何してるんですか。菅本はいらっしゃ。接触するのは陣だけです。すむすむ。一刻を争う時です。やめてください。何のことだ。すぐ行くから待っててくれ。奥さんの肝臓です。長島さん、奥さんのご遺体放っておくんですか。したんですか。寝ててくれないかな。出てけよ。奥様のそばにいてあげなくてもいいんですか。清美はここにいるよ。ドナーの心停止から123分、腎摘出から69分、ただいまより腎移植手術開始。時刻午後1時34分腎マリコ、
今から募金病棟に運びます。ご心配なさらないでください。移植はうまくいきました。先生、今度は大丈夫です。ありがとうございました。マリコのあんな楽しそうな顔見るの何年ぶりだろう。腎臓を提供してくださった方には何と感謝すればいいか。よし、あ、ごめんごめん。
夢を見てたらしくて。夢じゃない。夢なのよ、マリコちゃん。夢なんかじゃない。大丈夫よ、先生も来たでしょ。マリコちゃん、落ち着いて、何も心配いらないから。マリコちゃん、ね、来たの。これが読んだの。お腹の中でこれが。先生、早く取って、早く取って、早く取って。マリコちゃん、マリコちゃん、手術は成功したんだぞ。だから、マリコちゃんの体は何も心配いらないんだ。マリコちゃん、しっかりして。大丈夫よ、マリコちゃん。さあ、清美、出ておいで。移植した腎臓の細胞です。大打率は16000倍。どう思われます？こんなミトコンドリアは見たことありません。ミトコンドリアのサイズは通常の3倍もある。数も多く感じられます。分裂して増殖してるのか。増殖の速度が日を追うごとに速くなっています。手術後すぐに撮った写真です。この時点ですでにおかしい。ドナーのご主人に肝臓を渡してましたよね。あれはどういうことだったんですか。どうしたんだ、清美。
清美。学会の発表のことでご相談が。忙しいんだ。奥さんの体のことでお聞きしたいことがある。何か秘密があるんじゃないんですか。移植した臓器が不思議な増殖の仕方してるんだ。長島さん、長島さん、肝臓どうしました。あの肝臓何に使ったんだ。清美は生きてます。あのまま清美が死んでいくのを黙って見てればよかったって言うんですか。あなたまさか培養してるのか。普通の人ならただ死んでいくのを眺めるしかなかったでしょう。でも僕は清美を生き延びさせることができたんです。どういうつもりなんですか。自分の奥さんの自分の奥さんの細胞を培養してるなんて。清美の細胞の一つ一つが清美なんです。あんた異常だ。あなたは患者に清美の腎臓を植え付けることで清美の命を生かした。僕は細胞を培養することで清美の命を生かしてる。それのどこがどう違うんですか。キシゾーム増殖剤であるクロフィブレートがラットの肝においてミトコンドリア内の不飽和脂肪。私たちはこれまでペルオキシゾーム増殖剤である クロフィブレートがラットの肝においてミトコンドリア内の不飽和脂肪
私の体を見て。覚えてるでしょ？この体を。あなたは何度も抱いてくれた。私だけを愛してくれた。清美よ、
雨が降ってる。また利明という言葉が聞こえる。利明さんを初めて見た時に聞こえたあの不思議な声がまた耳鳴りがするように、体中から熱いものが溢れそうな不思議な感覚が蘇ってきた。血管が破裂しそうに体が熱い。息もできないくらい。利明さんから実験の話を聞くと、私の中の声は喜んでいるようだ。ミトコンドリアという言葉を聞くだけで心臓が大きく鼓動する。嬉しくて私の中で暴れてる。もう自分がわからない。このままでは私は声に支配されてしまう。あの誇り高い声に。あなたが愛していたのは私なのよ。清美があなたに愛されるよう私が操っていたの。クリスマスイブの夜、あなたに声をかけさせた。あなたの気に入り声で。あなたは息を飲んだわね。私があなたを選んだの。あなたは私を培養することができるから。私ずっとあなたを待ってた。先生、これから私、学会で発表なんです。大事なことを伝えようかと。人間にとって We believe curative treatment will be possible by replacing abnormal genes with healthy mitochondrion genes. Mitochondria are cytoplasmic organelles of all eukaryotic cells engaging in aerobic respiration and also the source of most ASP in those cells. However, your suggestion of it having curative effects to heal diseases is still only a hypothesis and has not been proven. Injecting cells with healthy mitochondrion has shown production of a new source of energy in the ailing cells. The result is a so-called rejuvenation of the cells. Furthermore, there are theories suggesting that mitochondria determines the life. 移植した患者の様子が日増しにおかしくなってる。
地球の形が変化し始めてる。細胞の組織も異変を起こしてるんだ。ありがとうございます。次は国立生化学大学の朝倉幸子さんです。テーマはレチノイドレセプターによるミトコンドリア遺伝子の誘導です。今日、私の話を聞ける人間は幸運です。これから始まる世界のことを初めて耳にすることができるのですから。私もこうして人間たちに語りかける機会を得られたことを嬉しく思っています。ついにミトコンドリアが解放される日がやってきました。ザクロック、一体どいつだ。ミトコンドリアが喋ってるんだ。私はあなたたちが単細胞生物だった頃から知っています。あなたたちにエネルギーを与え進化させてきました。あなたたちがミトコンドリアイブと呼ぶ人間の祖先の記憶すら私は持っています。待っていました、ずっとこの時を。10億年前から。君はイブなんだな。君、どういうつもりだ。テーマが違うじゃないか。静かになさい。私はあなたたちの細胞のミトコンドリアに呼びかけ、エネルギーをコントロールさせることができる。ミトコンドリアの出すエネルギーを熱に変えると数万本。でもそんなバカ。あなたたち人間がここまで進化するのを待っていました。予想以上の結果に満足しています。あなたたちの役目は終わりました。これからは私があなたたちにとって変わります。新しい進化の段階が始まるのです。すでに理想的な精子も手に入れたことですし、私の子孫は究極の生命体となるでしょう。残念ながらあなたたちはその繁栄を見ることはできない。あなたたちは絶滅するのですから。
朝倉君。大丈夫だ。なんてことだ。僕はミトコンドリアと。僕とミトコンドリアの子供が生まれる。でも精子を手に入れただけじゃミトコンドリアに子供を作り出すことなんてできるはずがないんだ。僕の患者の子宮が変形している。どうした？やだ。どうした、マリコ？来ないで。マリコ。来ないで。どうした？来ないで。どうした、マリコ？マリコ。熱い。どこが熱いの？熱い。何があったんだ。清美のミトコンドリアは意志を持っていた。ミトコンドリアは子宮を欲しがってる。だから清美にドナー登録させて、全て初めから計画されてたんだ。僕が培養することも。僕の患者は一体どうなるんだ。何が来たって。来た。
前は辞めてくれ、清美。娘よ、返せ。Thank you.
つる、こっちよ。マリコちゃん。先生。先生、こっちよ。先生。先生、助けて。先生、こっちよ。大丈夫か？私の子供を育てるの。待ってくれ。その子を離してくれ。その子を返してくれ。その子を返してくれ、清美。邪魔しないで。これは進化なの。この子から生まれる子が本当のミトコンドリアイブになるの。清美、もういないのか。私に気づいたから。だから車を運転してるとき神経を刺激して事故を起こさせたの。でもよかったわ。あなたは思った通り私を培養してくれた。その上素敵な子宮も手に入った。さようなら、人間ども。忘れられない。私もよ。あなたに好かれるよう清美を作り変えるのは大変だったわ。清美と初めて会った日、クリスマスイブの夜、
あなたと清美は出会った。私が作った運命で。あなたが愛した清美は私が作ったの。僕はもっと前から清美を見てた。清美が入学してきた日、キャンパスで深紅の服が可愛くて、あどけない笑顔が眩しくて、こんな子と一緒になれたら素敵だろうなってずっと眺めてた。清美の胸をときめかせて、あなたを好きにさせたのは私なの。あなたと清美の愛は私が作ったの。清美、おいで。やめろ。おいで。一緒に行こう。一緒に行こう。やめろ。近づくな。抱いてあげる。
千秋。ケーキ2つください。今日は
日は私の誕生日なの。だから二つ。片岡清美？クリスマスイブに生まれたから聖夜の子。サンタのおかげだ。